演武開演の佐大の奈良旅行最後の食事となる朝食を食べたいと思います。だがいろいろありますね。美味しそうですね。ではこちらが一通りのメニューとなります。ではいただきます。野菜も卵もお魚もどれもご飯も味噌汁もどれもとっても美味しかった。これでまた日曜頑張ろうという気持ちになりました。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しい。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。